Yakuza 0 Legend Mode. So, again, I'm not gonna do much commentary. I'm not really feeling that good today anyway. So, I'm just gonna play. You guys enjoy. Skipping cutscenes for this one, as normal. Don't wanna spoil anyone's gameplay when they get the game. I'm gonna entice you guys to buy the game. So you get no brain fart. You guys get no cutscenes. There we go. Words. So, enjoy! Osaka.例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんた、けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて。女のことは他言無用や。<笑>大胆な男やな。 そんなもんライバル。このことがある筋に知れたら、俺はこの町におれんようになる。ああ？グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼるや。どっちかの店だけになれば、町自体の客足どんだけ減るやろな。<笑>野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べ。オデッセイだけで試合は盛り上がらんで。 なるほど。わかった。ああ、せや、真島はん。あんた、キャバクラには行かはりますか？キャバクラ？ああ、最近増えてきとるらしいの。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受ける。 まだ行ったことないが。ほな、一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の手。ほう。ええ。これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやな。<笑>もうやっ。何？ま、いっぺん見。 キャバクラを制す者を。チート。
いらっしゃいませ。 ありがとうございました。
いらっしゃいませ。うまいの。ちょっとお前待って財布出さんかい。やるんか。信じられへん強さ。
ません。やって、
Hey yo!
Yeah.
Hey yo!
あれはちょっと前金欠なんや金よこせ負けもんや。 いらっしゃいませ。
ありがとうございました。金は俺のもんじゃ。邪魔や。サコル、オラ。オラ来い、オラ。オラ。
何じゃと? Yeah.
まじまよ。
そうじゃ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。誰お前、何しに黙っとったら何もわかるんで。私関係ない。リーの着替え、ほなお前ここリーはどこにおる。リーさん暇は。なんやおっさん医者か。この辺りの中国人
そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。なんやと。そない怖い顔すんなや。あんた、俺が来ることお見通しやったっちゅんか。まあ想定の範囲内やな。わしをただの針師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。もうええ。そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と、麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんか。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔見ただけで何がわかるっちゅうねん。オンドラみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それ論や、悪いな。マコトは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せ。そうか。そしたらあれか。お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。奴らはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあ、どうやろな。リーさん、大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつ、リーさん狙ってる。ふん、なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方か分からんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮はいらんで、ぶちかましたれ。Let's go! Let's 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 go! Let's
なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちいと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか。まことの狙われる理由がコウモリの入れ墨の。なんでそないに言い切れ。まことから何も聞いとらんねやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？おとなしくしとったか。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃあの話も全部聞いたの？ああ。長いことえらい目に遭ったんやなお前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。え？お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には固め残っとった。
めっちゃ可愛いもんね。居酒屋ね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おう、買うてきたで、たこ焼きや。あの、いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。ん？
私この店の店長のようだと申します。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになり、キャバクでしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれ。もちろんです。さっ、ああ、ええ、何やって。ええ、
いらっしゃいませ。ようこそ参上、ごゆっくりどうぞ。よろしくお願いします。かわいいね。こちらになります。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。嬉しいです。めっちゃ嬉しい。ご延長はいかがでしょうか。こちらになります。いらっしゃい。ごゆっくり。ようこそサンシャインへ。お願いします。メニュー。マジモさん、ありがとうな。お願いします。ご延長はいかがですか。かわいい。おもろいな。盛り上がってきた。こちらになります。ようこそサンシャイン。どうぞこちら。お願いします。こちらになります。盛り上がりましょうか。かわいい。フィーバーするぜ。素敵だよ。やったようこそサンシャイン。また来たよ。楽しい。よろしくお願いします。めっちゃ嬉しい。盛り上がってきた。ありがとうございます。嬉しいわ。ありがとうございます。やったお願いします。めっちゃ嬉しい。いらっしゃい。どうぞ。嬉しいです。お待たせ。お願いします。よろしく。ごめんなさい。サービスいたしますので。お願いします。ありがとうございました。レディースクラス。楽しみ。お願いします。かわいいね。ご延長はありがとうございました。いらっしゃい。どうも。ごゆっくり。お待ちしてました。美人さんだな。
します。ありがとうございます。ようこそサンシャイン、ごゆっくり。こちらになります。助かったわ。お願いします。盛り上がってきた。メニューに。ありがとうございます。いらっしゃいませ。楽しませてくれよ。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。こちらになります。ビバするぜ。素敵だよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。支配人、すみません、よろしく。あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと。どんな客や。どうも日本人じゃないようです。多分。支配人。すぐ行く。どこのテーブルや。ご案内します。こちらへ。
支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんだ。グラント、いいお店。全部。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、かしこまりま。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか。ああ、いいよもう。こっちの方が人数多かったし。あなた本当強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。なあ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。伝言？大丈夫、私。ああ、なあ、お店出たらあなた自分の家に。いや、そう。ああ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いた。俺のねぐらを突き止めたいっちゅう。私、伝言つ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマゴロ、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった。あの女どこ隠したんや。お前ら、女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。昨夜は油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道なめとったらあかんでくれ。
だけごついね。なんなんや。逃げんな。こっちも聞きたいことがあるね。店の前で何やってる。佐川。なんかトラブルか？らしくねえな。別に。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃん。今探しとる途中や。昨日の今日や。まだ時間はあるやろ。まあな。見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談。上司と仕事するときのいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。あれから怪我の具合はどうや。ふん。お前、ま、がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわ。そうかもしれ。それよりお前、ま、このアパートそこ。よう気づいたな。お前、ま、ええや。ずっと前から監視されとるんや、ここは。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部連中が監視しとるんは。この町全体が。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザ。それが大阪で飼われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。けど、せ、一応誰にもつけられんよ。誰にもつけら、ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつも、もし尾行されたとしても、その隠し戸。なんで店に隠し戸なんて。せやから言うたやろ。とにかく誠んとこ行く。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来た役なあ。そしたらほぐし会館の隠し戸って。せや、そこを抜けたらあとはまっ。分かった。
行くぜ。今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろて。俺や。本当のこと言えや。大陸半年前、確かは。いや、組織半年倉庫におったけど、そう、ああ言う場所あんた、ああうん、ちっそのマジ息子、それがお前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。はあ？ごくせやった。はな。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。ないないけど、せやったら腹っ、お前最ない、そどのみ死ねえや、真島。
マジマ、ほんまに身代わりた。ああ、支配人、おはようございます。おう、先ほど支配人宛てにほぐし会館のリーさん、リーからご存知の方で、うん、それが支配人にすぐその支配人、わかったよ。いえ、それでは。
財布出さんかい。邪魔や。マジマ、よう来た。待っとったで。傍聴まで。何興奮しとんねん。そらこ。Honestly, I thought that chapter would never end. So, farmed the shakedown dudes.And did the storyline. Of course, skipped most of the cutscenes, the ones that were skippable. Though the one, I had to go get my cell phone charger, so I let that one play out. So cutscenes can be quite useful, and gives you guys a little teaser. That was chapter 7. I'll see you next time for chapter 8. Bye, guys.